豊田舞は日本のローカルタレントリポーターモデル。富山県出身で同県を中心に活動している。夫は映画監督の坂本金光高校では外国語を学び、英語及び韓国語を特技とする。部活動は小学校、中学校、高校と吹奏楽部だった。卒業後はブライダルコーディネーターの勉強をしていた。海外旅行の費用を貯めようと、 アルバイトでモデルを始めたのをきっかけにして、ローカルタレントとなり、富山テレビの番組で、天気予報コーナーや、リポーターなどを担当するようになった。2009年、J2 初年度の片割れ富山の試合中継を、富山テレビが制作することになったため、ピッチリポーターを務めることになった。リポートの様子はスカパー。J リーグ中継で放送されたが、その模様が、動画投稿サイトの YouTube に、 アップロードされて人気となり、2008年に美人すぎる市議として有名になった八戸市議会議員の藤川ゆりに習って美人すぎるリポーターと呼ばれるようになった。2012年4月1日にそれまで所属していた事務所ビプロを離れ所属フリーになったとビプロのウェブサイト上にて発表された。富山市内に写真スタジオを併設したカフェスタジオコトリ 夫の坂本と共同でプロデュースし2018年にオープン。豊田は同店のオーナーとして経営している。などなど。ありがとうございます。